月刊ヨイズ。月刊ヨイズ。質問、聞いてこうコーナー。今回の月刊ヨイズは、SNS で、はい、あの質問を募集しまして、はい、僕たちが答えていこうかなっていうコーナーでございます。おい、やってこう。質問を読んでくれるのは、タクの陽太郎くんです。お願いします。お願いします。龍之介さんの足元って通常のエフェクターじゃないんですね。近代的な感じがしました。よし。ありがとうございます。あ、代表して、そもそも質問じゃない質問では感想は感想近代的ですもんね、うん、まあそうだね、実際、うん、最近だよね。あ、変えたのね。俺が足元変えたのは割と最近。なんすかあれは。あれは、ライン6のヒーリックスっていう、よくヘリックスっていう方がいるんですけど、ヒーリックスが正式名称らしいです。へ、僕も間違えてました。あれはいいよあれね、そう、使い勝手がいいっていうかね、うん、魔法の足元みたいな感じで、うん、 そうだね、それまでは普通にボード組んでて、例えばワン、ツーの間にカチカチカチって押してたのを、うん、ワン、ツー、カチでもギターソロいけるみたいなとか、シーンですね。そう、もう全部一回押すだけで全て切り替えれるから、めちゃくちゃ演奏がしやすくなったから、願ったりかなったりだ、願ったりかなったり、最高の神器です。龍之介の機材紹介動画2秒ぐらいで終わりそう。終わっちゃう。確かに。画像の差し込み1個ではある。確かに。リリックスの画像の差し込み楽だ。足元まで見ていただいて感謝です。ね、ありがとうございます。興味を持っていただいて。ハイテク機材でした。はい。ヨイさん大好きです。いつもお曲聴いてます。ありがとう。好きなおにぎりの具は何ですか？おお。ああ。いいね。なんか質問コーナーっぽい。ね、いいね。っぽい。ラジオっぽい。うん、じゃあ、こういきます。うん、俺鮭。あ、その心はタンパク質が多い筋トレ筋トレ重視型だったそう、俺なんだろうな、シーチキン。あー、シーチキンマヨ。ツナマヨ。うん、ツナマヨ。そう、そこキャビアとかじゃないんだいやいや俺をなんかそう金持ちキャラにしようとしてないなもう別にな、理由ないけど、おい、うん、普通に好き。美味しいから。うん、美味しいから。安いしね。うん、こだわりないかも。おぉ、ずるくないその答え方C って言うなら、おかかとか。あぉ、渋意外と渋かったね。昆布、昆布渋いね、なんかおじいさんみたいなチョイス。これはね、焼きたらこが好きだな。あー、焼きたらこ美味しいっすね。でもセブンイレブンないよね。セブンイレブンないね。ない、そう。ファミリーマートくらいしかない。詳しいね、おにぎり。なんでもいい。俺も実は焼きたらこが好きだったけど、セブンイレブンがなくなって、こだわりなくなった。へぇ、そんな感じですか。まあまあ、どんどん、どんどん行こう。メンバーになる前となった後の龍之介さんの心境は。おぉ、心境どうです。心境か。なんかこれもう元からさ、サポートで最初のさ、スタジオで俺龍之介に、うん、サポートですって感じで弾けばいいって言ったら、いや、もうメンバーみたいな感じで弾いてって、うん、初めに言われて、俺はもうそっからなんかライブの時とかもうメンバーだと思ってやってたから、そこに変化は感じてないかも。おー、うん、仕事ですねまあでもそのライブ終わった後のお客さんと喋ったりする機会とかは今までなかったから、そ う、ね、うん、それはなんかすごい新鮮だし、うん、感想とか言ってもらえるのはすごい嬉しいから、そう、ね、今後もどんどん感想言ってほしいです。お願いします。最近ハマってる曲。お、曲長くなるよこれ長くなっちゃうよこれじゃあ俺は何にしよっかな。まあ、俺はあれかな、笠井公子かな。あ、シティポップ。うん、笠井公子のバイブレーションかな。このハンバーガー屋でレコード飾ってあるのを見つけて気になって調べたやつだよね。あ、 あれはね、あれね、佐藤なの。あ、違ったわごめん、笠井君が何でした。笠井君子の、なんかね、そう、グッサンかもしれない。あ、グッサンね、ヒロキのストーリーによく出てくるグッサンね。画像差し込んどくか、うん、じゃあ、りょうすけ、いきます。俺最新曲かな、ヨイズの。おー、そうきちゃう
一番いい答えしか聞いてないかもしれない正直自分好きすぎだろ俺なんだろうな、クイーンじゃん。クイーンはもう12歳から止まってるからねジンジャールート、ジンジャールート言うの、うん、最近病院で髪切ってもらってたら、はい、瀬さん多分こういうの好きだと思いますよってなんか紹介してくれて、美容院ってそういう話あるんだね。俺が音楽やってるって話してるからかもしれないけど、すごい音楽話をいつもいっぱいしてる。なるほどね。で、おすすめの曲をよく教えてもらって、はいはい、で、ハマったやつがジンジャールートっていうアメリカのアーティスト。そいつは日本のことが大好きで、日本の80年代なんかシティポップとかが好きだから、うん、PV とかももう実際に80年代のビデオカメラとか使って、80年代の日本の歌番組みたいな感じで撮ってて、すごい面白いし、曲もなんか素敵。素敵なんかかっこいいな、素敵。ロケは俺はノーシスってバンドの厄災って曲。厄災メタルです。あ、だろうと思った。メタルは病気に効くんです病気なんや。今は健康ですけど、うん、おかげで健康。あ、なるほど。メタル効いてるから、聞いてるから健康でやる。そう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 、メタル万能説。メタルは病気に効きます。はい、はい、影響を受けたアーティストはスティーブ・ガットショー、はい、スティーブ・ガットショー、スティーブ・ガット、おー、アーティストじゃないけど、まあ、プレイヤー、プレイヤー、うん、うん、そうだね。ドラマ、ドラマだね、うん、多大な影響を受けさせてもらいました、ガット先生で、機材とかもね、ヤマハ、うん、あ、そうだね、で揃えてる理由の一つでもあるもんね、うん、そうだね、やっぱプレイスタイルが好きかな、うん、一番。どういうプレイスタイルですか。個人練習するじゃん、その、うん、8ビートやりながら左足を裏拍でずっと踏むとか、うん、右手左手右足左足を全部違うそのパターンを 4A って言ってさ、それをそのミックス、ドラムセットに応用してるそのパターンが結構あるのよ。それがすごいなと思って、普通に8ビートを叩くわけじゃなくて、うん、個人練習でやるフレーズじゃないみたいなやつで、なんかすごいグルーブを作ってるみたいなのが結構多くて、うん、それがね、すごくね鼻息でそれがいい、うん、おしゃれ、うん、アカデミックなところがすごく、あ、確かに知的だよね。そう、知的。まあもちろんクイーンのブライアン・メイを聴いてきたら始めようってなったから、ブライアン・メイも影響を受けてるし、チョーキングのニュアンスとか、うん、エリック・クラプトンもやっぱ、うん、そのアドリブのフレーズとか、はい、なんかそのブルージーなフレーズみたいなのもめっちゃ影響を受けた。あと、なんだろう、早弾き系はポール・ギルバートと、あとエクストリームのヌーノ・ベッテンコート、うん、90年代ハードロック勢から影響を受けたかな。カッティングとかはコリー・ウォン、はいはいはい、ね、今度は3人見に行くけど一緒に、ね、ヒロキ以外に見に行くけど、考えてたカッティングの概念がちょっと変わったかも、コリー・ウォン聞いてからは。なるほどね、うん、あとジョン・メイヤー、音はジョン・メイヤーかも一番、うん、なんかのミッドのふくよかな感じというか、はい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 、音とあとリズムのね、なんかため具合、ため具合、そう、歌い方みたいなフレーズは、うんうん、めちゃくちゃ影響受けた。そんな感じです。はい、俺誰だろう、ケンケンがやっぱしびれましたね、その高校生の時に、うん、なんだこれはってなって、うん、ベースのなんかこう地味な感じ、まあ、地味って言ったらなんか怒りそうだけど、誰か、まあまあ一般的にはね、そうそうそう、普通に目立たない楽器みたいな扱い、ギター割りに派手なことやってて、うん、スラップっていう人があるんだみたいな、そう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 、でそっから当時はもう4弦で低かったんですよ、うん、で今もう5弦で低くできないから、同じ高さでやってる人とかはマーカス・ミラーとかは、うん、こっちのスラップじゃなくて、うん、こっちのスラップ、うん、マーカス・ミラーで、あ、かっけえってなって、あ、でもあのラッド・エンプスのベースとかもフレーズとかすごく、はい、あれもなんかこう派手じゃないけど、うん、ギターっぽいリフみたいなのあるじゃないですか、うんうんうん、高いポジションで弾くときとかのフレーズとかは結構ラッドウィンプスの面影出てくる、はいはい、そうなんだ、そうぐらいですかね。
どうでしょう俺、影響受けた、まあ、バンドやろうと思ったのはメロコアのバンドなんですけど、ダストボックスっていう、言わして、なかなかイニシだね。そう、あの姉ちゃんがメロコア好きだったもんで CD があったのを貸してもらって聞いたのがきっかけだったから、まあ、影響受けたアーティストでダストボックスか、でバンドハマったから、意外メロコアめっちゃ聞いてたよ。そうだ、ね、で、ギター買って弾いてみたらマジで弾けなくてなるほど、ね、ブルル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 ル野望を教えてください。野望いっぱいあるだろ。野望か。武道館、M ステでタモリさんと喋る、ベーバが乗る、ベースマガジン、あそう、ギターマが乗る、うん、小栗旬と友達になる。なんでそれ何それだけ匿名急に匿名特定の人物好きだから、うん、サウンドエンジニアのルー、ああ、ね、あれ夢だね、あれなんだ、うん、ドラムマジン、マガジンで、そこまであの本とか読まないでしょ本とか知らん、活字とか知らないから違うのないからえ、ヨーロッパ住みたいかな。なあ、やばい、野望じゃん。リスナーだけ、リスナーだけ遠くなんだよ。活動しづらくなる。全然住むでしょ。で、ヨーロッパ行く。ヨーロッパね。全力で飛べるような。野望だ、野望。うん、まあまあまあ。そう、やっぱ日本脱出おじさんしない。自己防衛。自己防衛。自己防衛。ネットミームで終わっちゃった。唯一としての野望は、まあ、武道館にして憧れあるよ、ね、うん、まあそうだね、一つのちょっと夢叶ったな感がすごいかも、うん、っていう意味のでしょ、多分そうだね、両者泣いちゃうよ。というわけで、うん、俺らとしてはまあ武道館ですね。武道館、はい、行ってきます、はい、みんなで頑張りましょう。はい、質問じゃないよな。まあでも一応また行く感想一応行こう。北海道来ませんか。あ、もう質問だな。質問じゃ質問、質問じゃ質問だ。ハテナついてるから。行ったことないですよね。ビエンついてる。ビエンだ、ビエンだった。ハテナじゃなくて、ビエンだったか。なんかフェスとかあるよね、北海道。フェスあるよね、なんかね。北海道行ったことあります？旅行とかで含めて。なんでも。旅行はあるよ。あるよ。札幌？札幌と、サホロっていうところと、サホロ？スキーしに行くみたいな。スキーできる？一応できる。すごい、全然できないから。ちっちゃい時ですか？ちっちゃい時、もう物心ついたらなんかもうスキーやってた。あ、すごい、みんな好きだったから。好きだけに今ちょっと、自分で言ってから気づいて、すげえ恥ずかしくなった。まあきっとね、やっぱり行けるように頑張ります。頑張ります。頑張ります。バルッと一日デートするならメンバーの中で誰とがいいですか？ゆうすけ。即答じゃん。いやもう今までもそうだったから。そう、まあ確かに。変わらないから。運転してくれるし。うん。あ、龍之介さんかもな。もうみんな運転手を求めてるし。そう、だってレンタカー借りそうなのに。じゃあ車なしのデートって考えて、うん、車なしのデートでもそうなんじゃない？でもいろんなとこ知ってるから。そう、龍之介だな、俺も。そう、俺人気だから楽しいかも、うん、いっぱい知ってるんですよ、この人、うん、ご飯屋さんとか。そう、うん、グルメもだし、うん、飯に異常に執着あるからな。あとはその割とどんな会話でも盛り上げてくる。この3人ってあの興味ない会話はマジで、あの遊んだわ、どうしよういい。確かに終わるな。そんなにないかな。お前一番、お前一番、一番どうしよういい。5秒ぐらい沈黙かってか、どうしよういい。何回も聞いてるよね、あれ。最近なんか、なんだっけ。
サイリンボトル好きなの。もう言ってらっしゃいも言いたくなくなっちゃった。サイリンスタジオ終わった後に、うん、ラーメン行かねみたいな、シュイエシュイエおかしすぎる。俺いいやとかじゃないの。伝統が言うまいっつってシュイエ面白すぎるいやでもちょっとショートカットしてキャッチボールだったそうもらって受け流しね。そうそうそう、やっぱ行かないっつって言われて、でもどうしようかな、やめとくわっつって、あそっか、じゃあ行ってくるわ、行ってらっしゃいのショートカットバージョン。でも省きたいですね。なるほどね。そうそうそう、そういう意味ですね。そういう意味だね。もうなんかもうデートの話よりもコネラのなんかやばいやつの話になっちゃった。やばくないけど、どのぐらいやばいやつかって話になっちゃった。ちょっと話しかけて喋ってるじゃん、みんな。いや、あ、そう喋っちゃうんだって省略してるじゃん。そう、みんな喋ってほしい。本当にこれシャイだからさ、そう、喋ってほしいんだよ。わかった。うん、喋ってほしいな、喋りたいな。うん、ロンドンです。ピエンピエン引きずるな。そんな感じでね、まあ、デートすんなら龍之介さんと。龍之介は誰で行きたいの？デートか。デートデートね、遊びに行くじゃなくてデートって考えたらヒロキだ。その心なんかね、めっちゃ感動してくれるよ、ヒロキ。あーあー、店でさ、はいはい、一緒に行ってさ、4人で酢豚食った時に、こんなうまい酢豚初めて食ったとか。なんか毎回めちゃくちゃ感動するのよ。なんか俺びっくりして、もうバグじゃんと思って。そうそう、バグ言ってた。いたわ全員。これは嘘、もう嘘。いたわ。全員いたわ。そんな嘘だと思った。そうそう。そうなんかね、毎回めちゃくちゃ感動してくれるから、そのなんか俺がさ教えたお店とか、なるほどね。からなんかすげえ嬉しいし、確かに違いがある。うん、そう、違いがあるから。なんか、ヒロキかな。そうなんだ。逆にこいつとは行きたくないな。なんか悪い。いいね。いいね。うん、こいつ、嫌かな。なんだろう。あるか。なんか、ないよ、でも。もう小寺かな。俺らし一番言ってるだろ。その二人遊ぶのは二人が一番。デートだったら嫌。デート絶対嫌でしょ。なんかさ、せっかく連れてってもさ、いやこれなんかあんまうまくねえなとかさ言うじゃん。たまに言う。本当ね、対照的なの広くて、もうすぐ文句言うから。めっちゃマイナスプロモーションある。逆にまあうまいときはめっちゃうまいって言ってくれるんだけど、そう俺のうまいは本当にうまいな。そうなんだけど、正直もんなんじゃない。これはあの前行ったあっちの店の方がうまいなって次に。しかもなんか店員さんに全然聞こえる声量で言う。全然全然言い始めたらどんどん出てくる。コネラが嫌な理由。デートで行きたくない理由いっぱい出てくる。いい質問っすね。いい質問だね。ナイス質問。うん、盛り上がったね、なんか。好きなギターコードは？エアードナイス。うわ、今言おうと思ったんだよな。クリシェじゃない、クリシェ。コードじゃないね。クリシェ。コード進行だね、それ。まあ、同じようなもんそういうところだ。嫌われるの。え、ルートも含めるの？え、ジンジャールートとか？ちげえ。アドナインスじゃなくて、アドナインスって言わないといけないってこと。別にルートはいいんじゃないですか。ああ、だ、誰で、しょうがでいこう。セブンスフラットサーティンス。セブンスフラットサーティンス。誰もしっくりこないな。え、そんな、そうです。ちょっと、ギター持ってない。月刊用意ぜ。じゃあ、A で弾くと、うん、これです。あ、そっち系ね。ああ。そう、なんとね、例えば、とかで、ああ、ここ気持ちいいってなんだよ。エアドナイスも、エアドナイスはこれですね。これがやっぱね、こんなに簡単に抑えられるのにこんなに景色が見えるのって思っちゃう。なるほどね。え、エアドナイス？俺もエアドナイスだったんですよね。ああ、
エアドナイス人気すごい、うん、サス4を弾いて、サス4。これも好きかも。あ、まあ、ちょっと近いよね、うん、あのアドナイスとちょっとなんか景色広がる系で、クリシェは。クリシェ。あ、そっちだ。そうかな。うん。降りてくるやつ。そう。落ちサビとかであるよね。よく。ハイパラとかもね。みたいな。半音ずつ下がっていくやつね。ここがクリシェです。クリシェです、うん。はい。ありがとうございました。月刊ヨイズ。